ようございます。なに今日は海外プロ一日密着しようと思うんですけど、いかがでしょうか。いかがでしょうかって何？何ルーティン？そうルーティンってか一日密着？そういうことです。いやなんでいいやんか、もうそろそろあれやで、アメリカも終わっちゃうかもしれんし。まあいいけど、別に特に何もない一日を撮るの？まあ別にいつも通りの一日でいいんちゃう、ルーティンやし。オッケー。ちなみに今日この後のご予定は？今日は10時半からチームのエンデューカオと練習です。おお、アメリカのナショナルチームの子ですね。そうです。それ終わったら家に帰ってくるか卓球場に残るかで迷ってます。なるほど。まあ、一旦じゃあとりあえずまだ寝てる感じですか？そうですね、まずは起きたら、起きましたね。わかりました。起きたら LINE 返して、はい、Twitter 見て、 YouTube のアナリティクス見て、はいはい、YouTube を見ます。なぜかというと日本とアメリカは時差があるんですよね。そうですね。だから朝起きたらちょうどその日本時間の夜に投稿した YouTuber たちの3時間後とか、うん、投稿して3時間後とかの動画を見れるんですよ、うん、はいはい。何もない日はそれで時間が過ぎていくので最高ですわかりました。ではまたちょっと動きがあり次第撮っていきます。てかさっきエンデューからそういやメッセージ来たよ。なんて？タクとカム I don't know which better って聞いたら、うん、Me, タクとカム no problem、 タクとチョイス。あなた来ますか今日？まあ密着なんでついていこうかな。 OK。 もし卓球場に残ったとしたら、うん、何すんの？2人で撮影？撮影するか、あと飯とか食いに行くんやろ。うん、まあ、その辺も撮っていこうかなって感じですかね。まあ帰ってきたら帰ってきたでまた違うのが撮れると思うけど、まあ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 適当に頑張ってください。はい、では一旦朝はこれで失礼します。はい、ありがとうございます。バイバイ。おやすみ。ノックせよ、人の部屋入るときノックせよ。はい、ということで今起きて準備するんですけど、あの村方目黒タクトに一日密着って言われてカメラ回せって言われたのでちょっと回していきます。で、こだわりとしては頭はタオルで、顔はタオルでは拭いてはいけないのでキッチンペーパーで拭いてます。てかここなんですけど、日本の歯磨き粉よりアメリカの歯磨き粉ってなんかホワイトニング効果が強いらしくて、ミントもめっちゃ強いんですよね。これ口の中切れたり口内炎できてる時にこれ使うと染みます、めっちゃキャーって。なんで使う人は気をつけてください。日本人にもこれ使ったらいいと思うんですけどね、めちゃめちゃいいと思います。この歯磨き粉、日本のどの歯磨き粉よりも。日本では違うの使ってるんですけど、アメリカではこれ使ってます。ニビアのクール、これめちゃスースーしますね。ちょっとメグロの画面にぶかけようかな。なんか後ろに変なやついますよ。はい、ということで準備ができたのであとは服を着替えて卓球場へゴー。変なやついます。キモ。何？もう準備終わった。今準備してるね。靴下と、はい、短パンと、はい、シャツは入ってないからどんどん行こうかな。今日はこれで行こうかな。
と黒でいこうかな。これでいきます。あとヘアバンドもない。最近髪の毛でもできて邪魔やねん。髪いつ切るの？髪どっかで切るの？いや、アメリカで切るか日本に切るか迷ってる。なるほど。これは袋に入れると思いきやバーン。これ嫌われる？見ちゃう。これ嫌われる？見てる以上先輩方、これ嫌ですか？嫌だったら袋に入れます。これで準備 OK やな。じゃあ行きますか。うん、そしたら準備や、出発や。じゃあ練習場まで行ってきます。バイバイ。今卓球場に向かっています。だいたい家から卓球場までは車で5分ぐらいですね。今日はいつもはオーナーのディランが迎えに来てくれるんですけど、今日は朝からということでお客さんのお母さんが運転しています。ちなみに子供は最強です。ナショナルチームです。ただとどっこいぐらい勝ったり負けたりやな。今は最近は勝つ方が多いけど怪しい。なるほど。しかも16歳やし、まだこっからまだまだ伸びしろあるって感じや。駐車場に向かっていきます。はい、というかで午前の練習終わって今日オーナーに牛角連れてきてもらいました。イエーイ。アメリカ初牛角や。自分は4回目ということで中入って食べていきたいと思います。Came to coach? For like some job internship out now. A lot of people. Really. A lot of people.I love the picture of you, but not many Asians. A lot of Koreans. Oh, Korean is good, man. I know, but Korean is not picked for adolescent, right? Yeah. Thank you.
エンジン来た、エンジン来た。また6時からあと5分ぐらいでレッスン始まるので、また次の動画で、次のまた次のカットで多分卓球してる姿を見れると思います。 GO!終わりですか？終わりです。やっと終わりですよ。見てください。8時12分です。
長いね。今日は朝10時ぐらいに卓球場来たな。そうやな、10時じゃあもうちょっとや11時か11時ぐらいに卓球場来てランチ食べてやっと終わりですよ。卓球好きの一日です。でも今日はあれやんな、朝のレッスンが入ったからあれやけど、基本的には夕方からレッスンだもんね。そうやな、終わりです今日は。あとは帰ってご飯食べて風呂入って、風呂は取らんといてや。さすがに、まあ、それはどうかわからんな、視聴者で見たい人いるかもしれんから。じゃあまたとりあえず一回家帰ってから撮ります。多分帰るのは8時半ぐらいだと思います。卓球場はまだ閉まってないですけど、まだお客さんいっぱいいるんで僕は先帰ります。はい、じゃあ終わればよ、用はないので。じゃあとりあえずお疲れ様です。ゆたかチューブ。はい、というわけで今レッスンから帰ってきて、中野豊が今お風呂入っているので、やっぱね密着なんでね、映さなきゃいけないと思うんで突撃したいと思います。なんやねん。なんやねん。やっぱ密着やからさ、ちゃんと撮らんなと思って。お前どこまで密着するの。密着ってここまで密着すんの。当たり前やん、お前もっとお前テレビだったらお前ポップするなんて捉えるって決まってるやろ。お前やばいやん。おめっちゃこの目黒さんと密着したろ。おしっことうんちしてる時もめちゃくちゃろ。えぐ以上です。えどんだけ自分からですね、そういう感じしてんの。全然見えんかったよ。一髪ですね。これで女を誘うねん。女誘わなあかんやろ。アメリカの女。あ？連れてきた女いた？いいね。モテてしゃあない。どこまでやったの？思ったやつでさ。あ？ハゲてない。ハゲてる？最近ちょっとハゲてきてない。嘘。髪止めてるからかな。髪出たな。どうですかね。ちょっとコメントで教えてください。え？コメントでちょっと皆さん教えてください。ちょっともしハゲてると思ったら、そういう関係の仕事の人ちょっと検索してくださいよ。もちろん。これは毎日365日二日酔い、記憶なくして飲んでも数値だけはしてんねん。ほんまか、記憶ない時も。うん。これは毎日やらないとダメ、スポーツ選手としてな。やらかいよ、ほら。うん、ぺったんこやな。それが正解ね。俺んち泊まってる時もやってたもん。そう、7年ぐらいちゃう。7年なんや。7年間やればそんだけぺったんこになると。高2からやってるから。うん。いつからそんなさ、180度で焼くようになったの？中3かな。え、高2から始めたの？中3やわ。中3からや。でも元々中学校の、じゃあこうやって。中学校でこれで、うん、これじゃダメやなと思って、ミドル出へんからさ。うん。あ、もう広げてこうやって。毎日やったらできるようになった。昔この肩もついてたやで、俺も。やば。今も無理や。何が教えるか。うん。これもほら本当にぴったりやな。朝晩もできるで。トリプルアクセル。おお。ギャグもできるで。ギャグ。まあ調子乗るとこうなるってことですね。バイバーイ。バイバーイ。今日のご飯は、はい、昨日買ったチキンの余り。はいはい。これポパイってやつですね。うん、これ。今からサランラップつけ直せるよ。サランラップつけて。アメリカのサランラップはこんな感じです。ね、面白いよね。面白くない？え？全然面白くない。便利。何面白い？それなんで面白いって発想なの？
お前英語でインタレスティングってどういう意味か知ってるか？知ってるよ。言ってみ。インタレスティングは面白い。どういう意味で面白いか言ってみ。ん？ファンとの違いは何か言ってみ。ファンは遊園地行ってファン。はい、インタレスティングは？インタレスティングはこの人面白い。違います。興味深いなどの面白いです。つまりこのラップはインテレスティング、面白い、合ってます。これでした。いやいや、楽しい、楽しい。何やったっけ。ハイキング、ツルツルツル、ドンドンドン。誰かサザエさんの歌ちゃんと教えてあげてください、この人に。買い物しようと街までビールを買いに行く。音程もリズム何もあって。今日のご飯は、はい、テキサス限定のバードライトです。それテキサス限定の。そうです、ほらテキサスエディション。うまい。でポパイのチキンと、はいはい、見てください、なんと日本のスー、日本食スーパーで買いました。とても高かったです。これいくらぐらい、なんぼしたっけ。2000円ぐらいじゃん。7、80円。1600円ぐらいですね、これで。けーしそ梅、僕梅大好きなんで、梅食べないとあのエンジンの部分かかんないから。あとこれ韓国のスーパーで買った、うん、韓国風スーパーで買ったキムチです。僕辛いの苦手なんですけど、ね、珍しい。ビールだけのためになんか食べるんですよ。おつまみとしては食えるの。机汚いので、この辺もモザイクでお願いします。絶対かけません。で、僕の夜ご飯の特徴としては、はい、1ページ覚えます。何ですかこれ。システム英単語です。高校生と大学生がよく使っていると思います。システム、まあ、僕が挙げたやつですね。はい、何か問題を1個出してみてください。じゃあ、貸して。なんとかを拒絶する。あれ、I'm sorry. I'm no touch. ケミン答えはリジェクトでした。ちなみにこの後はもう朝 YouTube とか見て寝るだけですか？はいはい。もう YouTube 見て、はい、最後にチャンネル登録確認して、わあ明日の朝こんだけ伸びてくれっていう願いを込めながら寝ます。わかりました。これ結構リアルです。朝と夜に絶対アナリティクス見るんですよ。はいはいはい。アナリティクス。アナリティクス。ちなみにアナリティクスは意味は？評価。違う。ある。分析な？そうそうそう。はめ出しちゃう。歯ブラシこだわりとかあるの？ん？歯ブラシこだわりとかあんの？うん。何？フィリップスの電動歯ブラシ。めっちゃいいね。マジ？4万ぐらいするよ。高っ！、うん、歯ブラシで？それそんな効果あんの？ん？効果あんの？うん。歯ブラシとクリーン、あのホワイトニングと、うん、ディープクリーンと、うん、何だっけ、ガムヘルス、歯ぐき、歯ぐき、うん、さあ皆さんお待ちかねの時間です。映さないの？え？映さないの？なぜ？来ました。来ました、この時間です。何この時間？もうこれは中根豊とも一緒に生活したら分かります。一緒に住んでるとね、この音が定期的に聞こえてくるんですね。あれ今日珍しい、一回だけ笑かすな。いつほどうーんうーんって言ってるやん。
なんだ、今日ウエイト少なめか。つまらんな。今日はもうあと寝るだけですか。今日はもうあと寝るだけ。何してるんですか。え、何してるんですか。ああ、あれ、ギリギリ映ってない。こうやって振るって落とすらしいですね。おいかしいな。手洗わへん。やらんわ。手洗わへんかったこいつ。やらんわ。手使ってへんわ。何してるん。明日の朝ご飯炊いてんの。おー、ありがとうございます。最近でいってくれ、高がないの。明日の朝飯、今のところないもんな。ちゃんとね、洗ってね。じゃあね、これお願いされて日本から米等が買ってきました。アメリカにないらしいね、うん、てか確かにライス探しもなかったもん。ちなみにさ、これの前虫湧いてたってだけど、どう、最近いない。マジいい品、ほらゼロ。多分お米買えたからっていうのもあると思う。ああ。日本のお米美味しいから虫もやってくる。なんかだって前さ、動画で送ってもらったけどさ、マジで虫歩いてたもんな。いや、やっぱあのおばさん、一緒に住んでるおばさんにバレたらあれで、あの捨てられる。うん、マジで外にプシャーって米散らかして。マジでめっちゃ重い。そこでバラまくんの。バードいい、バードいいと。鳥が食べる、鳥が食べる。マジな話していい。はいはい。めぐみが米炊くときにこだわりやん。あ、そうなの。何、めぐは絶対気づかないけど、ついに春に見る。もしかして食べてるところを初めて見るの。なんやろ、皆さん開けてみてください。結構リアルな話してる。そう、ガチで。はいはい。マジで毎日サラダ油でいける。そうなん。それで炊飯器にご飯つかへんなと思わへんやった。てかめっちゃパラパラっていうかサラサラやなと思った。パラパラ嫌い。いや別に。あと水もペットボトルの水で炊いてるよ。あ、まあそれはな、アメリカの水道水ちょっと怖いしな。なるほどね、だからこっちで食うご飯パラパラやったんやな。このお米もあると思うけど、スプーン一杯分のサラダ油を入れると、うん、炊飯器にご飯がくっつかない。これが中根豊のこだわりと。そうです、こだわりというか結構やってる人多いと思う、日本でも。え、言い過ぎ。だからうちはそれやってるの見たことないわ。そろそろ寝る時間ですか。寝る時間というか、もう寝るモード入る。あ、もう終わって、もう終わって、これでまた明日も頑張ると。10時36分です。はい、10時半。これで、ここから別にまた寝るわけじゃないですけど、はいはい、のんびりと YouTube 見て、はい、寝落ちはしません、ギリギリ。いつも寝る前に消すんで。なるほどね。ということで、もう今からはほんまにもう密着終わりということで、邪魔しないでください。でも寝るまでやっぱやらんといかんのじゃん。ということで、もう YouTube 見る、YouTube の見るから。じゃあ、著作権が引っかかってまうんで、それじゃあ。じゃあ、一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさーい。バイバイ。電気消して、寝てて。はいはい。じゃあねー。バイ。はい、というわけで一日密着終わりたいと思います。この動画が良かったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。